今週の猫ちゃんニュース。ニャッ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 ニャニャッ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 ニャニャッニャッちょっと、<laughs> あれオレンジレンジかな沖縄のね、えー、猫ですよね。沖縄<オキ> <laughs> <laughs> ヤンバルクイナかな<き> <laughs> ヤンバルクイナはそんなに泣んじゃない。イリオモテヤマネコ。イリオモテヤマネうん。向こうは。ヤンバルクイナって何でしたっけヤンバルクイナもでもそっち系じゃないかったっけイリオモテヤマネコかな。うん。じゃあ。いや別にそ、ん泣かないっすその。えそのリズムで別になかない。イリオモテヤマネコ会ったことないですかいリ、会ったことない。見たことないですかあー、まあなんか映像、ど、うなんか写真は見たことない。泣き方も沖縄なんでこうです。えはい。え にゃっ、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 いや、にゃにゃっだからやっぱオレンジレンジのあれだよ、そのもう、沖縄の民謡とか沖縄のっていうかうオレンジレンジの時のだね。 そうなんですよね。オレンジレンジの時の、えー、沖縄の感じだよね。その感じの、<ー>えー、泣き声なんですよね。えー、ヤンバルクイナヤ。ヤンバルクイナ。<laughs> 出てくる。ヤンバルクイナが、ぐっと出てくるけど、前に、肩入れて出てくるけど。んなくなヤンバルクイナが、全く頭に思い込んでないです、<laughs> 今。はい、えー。この番組では毎週オープニングに、 モリニアスジャパンに選ばれなかった猫たちを元気づけるために猫ちゃんに関するニュースをお届けしています。モリアスジャパンね。えー、ワールドカップ代表選手がね、<や>発表されてましたけど。モリニアスジャパンですね。モリニャスの方でございます。モリアス監督ですからね。今、もうがっくりとね、えー、肩を落としてます。誰がですか日本の猫たちは。 はい。日本の猫たち。ええ。どういうことですかがっくりと肩を落としても、モリニアスジャパンに選ばれなかった。あ、選ばれなかったはい。及びかかんなかった。モリニアスジャパンはそうか、猫の、日本代表ってことですかそういうことになりますね。はい。ヤンバルクイナ。ええ。ヤンバルクイナ。ヤンバルクイナは何なんでしたっけすごく気になる。イルモテヤマネコの、がっくり肩。落ちたんだはい。イルモテヤマネコニやニャ、 にゃ、にゃ、にゃ、いや、にゃ、<laughs> それしか言わないじゃん。<laughs> 両手までこう。ええ、それしか言わないじゃん。そうですね。それ落ちるわ。そのなんか、はい、そのテンション。ね、はい。一辺と。やっぱ <laughs> <laughs> すみません、おかしいと思ったのおかしいと思ったのヤンバルクイーンの鳥じゃないよね。鳥だよね。ちょっとそらして。ヤンバルクイーンは涼しい顔してるよ、それ。ヤンバルクイーンは肩落としてたら意味わかんないす。ら恥ずかしい。ただただバカなのは。さあ、今週のネコちゃんニュースはこちら。ネコちゃん、アメリカンドリームをつかむ。 えー、アメリカのアリゾナ州にある大型ホームセンターにぶらりとやってきて、そのままお店で働き続けて7年目になる猫がいることが明らかになりました。えー、当時ネズミ被害に遭っていたホームセンターは、試しに飼ってみると、猫はネズミを狩り続け、2>, えー、2週間後には1匹もいなくなり、猫嫌いの店長も気に入ったそうです。えーえー、それから7年、猫は解禁症で働き続け、今では影の店長と言われるほど出世して、アメリカンドリームをつかみました。店員や客からは、えー、ママ、トム、 え、ミス、キティ、キャットなどいろんな名前で呼ばれてる。キャットは、キャットは愛こもってないでしょキャットって呼んでるやつは。猫って。猫って。こいつはあんま愛してないでしょこの、この猫ちゃんのこと。すごいですね。つかみましたね。アメリカンドリームなんですかこれはまあ。これはもう食いっぱぐれないですからね。まあね。いや、でも思ってるかな。あの、まあ、ノラだったってことですもんね。ふらりとやってきてるからね。そう。 あの、つるんでた野良猫たちは、変わっちまったな、あいつ、なんてって。ああ。ね。それやっぱあんのかな人間なんかに変わりやがってよ、なんつって。それで飯食わしてもらって恥ずかしくねえのかよ、なんつって。ただ、修羅の道ですけどね。うん。修羅の道はい。ネズミを狩り続けなきゃいけない。いや、確かに。これはそうなんだよね。これだって言ったら本当にその契約、 上のプロの猫ってことだもんね。そう,うん、そういうことですよ。うん、契約更新し続けないでね。ネズミが増えてきたりなんかしたら追い出されちゃいますからね、うん。いや、確かにね,ね、うん。でも、追い出されたところで、野良猫たちつか感ですからね。その、ネズミたちがバッと増えた時にさ、<laughs> はい、昔の仲間を助けに来てくんないのその、俺らも、買ってやるよって。くれないっす。うわ、厳しい、えー、<laughs> うん。恐ろしい世界。恐ろしい。人間, <laughs> 人間と一緒です。人間と一緒です。 <laughs> ということで、早速参りましょう。ハライチ319回目の参りましょう。今週の猫ちゃんニュースにゃんだかにゃー。にゃんだかにゃー。親戚の家に行ってずっと寝てるやつ。にゃんだかにゃー。<laughs> <laughs> <laughs> エンタ、エンタ芸人また <laughs>、リズムで、リズムで。 現れましたね、うん、またね、申請が。申請、はい、なんだ、にゃんだかな。えー、んだかないぶ弱いですよ、そののんな。<laughs> 中身がだいぶ弱いですけど。中身 <laughs> 弱いっすから、ね。うん。うん、リズムも別に大したリズムじゃないし。えー <laughs> そちらもちょっと伴ってね。こっからいろなんか音とかつけてってね。あ<ー>まね、まあ、なるほどね、うんうん。さあ、この番組では毎週オープニングに今年の新語・流行語大賞に猫がノミネートされていなくて学会する人たちのために猫ちゃんに関するニュースを, <laughs> ースをお届けしています。シンプル猫が入ることは多分もうないんじゃないですかそんな。猫も入らないしね。うん。猫だけ入んないでしもう。 にゃおも入りませんから。全、まあ入んないでしょ、それね。こう。びっくりしてますね、こさえでも。あんなに言ってんのにいや、もうにゃおもにゃおも。それ犬のワンもあるしさ、そう、それ言い出したら、そう、いっぱい。びっくりしてますあるからね。今更入んないでしょうね、ふにゃんも。ふにゃんもいけると思ったけどね、みたいな。にゃん無理なんだから無理だろ、それ。言ってましたけん。ん。だ言ってお怒りでございますさ。んだ言ってましたけどねって。ですよね。 おいそう、なんか、あんまり、ふわふわってなったら聞くやつ。ふわふわってなったら、スタッフさんのせいにするやつ。くる、この感じで合ってますよね。この、自信なくなって、ね、行くんじゃないよ今の、部分の、今の、下り。これで OK ですよね。こういう意図でいいんですもんね。いい、いい、お前が全部言ってましたお前がちゃんとやりました。お前が全部言ってる。た。えということで、今週の猫ちゃんニュースはこちら。猫みたいな毛布が大人気。 猫の触り心地を再現した毛布、猫フィールが発売から即完売したことで話題になっています。猫猫が好きでずっと触っていたという社員の熱い思いから生まれたこの <laughs>、えー、毛布は、えー、色の出し方、毛並み、毛足の長さまでこだわったそうで、猫が好きなのにアレルギーを持っている人などにも好評だということです。ね、うん。いや、これ、そうか。はい。 うん、俺も猫アレルギーだからね。あそうですか。別にそ、俺嫌いじゃないからね、猫。ああ<ー>。触りたいけど。うん。大変だから、猫カフェとかのサロケ行くと。そうですか。いい、いいじゃん。うん。どうなんすかね何でできてるんですかねこれね。何なんだろうな。猫じゃないといいですけど。 猫じゃないよ。こなんす、すごい怖いこと言ってるよ。101匹ワンチャンのあのなんか、あの、あ、知らない。見てない。毛皮の。見てない。見てない。ダルエメシアの毛皮でコートつくんだよ。ああ、のために、捕まえようとしてるのね。ああ、ああ、そうそうそう。あいつみたいにね。うん。あいつみたいなことしないよ。しないっすよね。わかった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 わかっからたうん。 そんなことしないです、絶対に。にうです。うん。猫が、猫がどう思うかですよね。んうん。うん。猫自体が、うん。いや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 。うんいやこってって、<laughs> これが猫って。これが猫って。どこがですか <laughs> おい これ猫だって。広めてってる。猫仲間に、どんどん広めてる。っていう感じかも笑わせんなよって。怖猫のコミュニティ。すごい嫌な感じじゃ猫ですね。猫ですね。とりあえず合わせといて。みたいな感じか。厳しいですね。猫ちゃんたち。さあ、それでは早速参りましょう。ハライチ、320。それでは早速参りましょう。今週の猫ちゃんニュース駅に着いたけど。 自分の前だけ座席が空きません。はい。いつもそうだにゃー。<laughs> よくあるにゃー。これ、エンタ。にゃにゃんたです、ね。にゃんた芸人ですね。にゃんたの神様そうですね。にゃんの神様。うわー。<laughs> びっくりした。なんかもう、しっかりはちょっと弱いですね。中身が。中身が弱いですね。リズムはまあ、ね、いいんですけどね。えー まだちょっと、そのね、あの、成熟した番組じゃないんだやっぱ、にゃんた。あ、にゃんたはうん。ああ、まあ、そう。深夜時代のにゃんたなんまだね。ああ、そうですか。そうなんですね。え、この番組では毎週オープニングに、え、来年開催が決定した、福男選びに猫が勝つことを願いながら、猫ちゃんに関するニュースをお届けしています。いやー、あ福男。福男だからもう、出れないですよね、猫ちゃんは。西宮。 神社でね、表現。毎年やってますけれども、猫が入ってきちゃったりなんかして、さあっつって。一位取っちゃったりなんかしたら、そうなかったっけ、そんな回。なかった?。今までないか。こんなあったら、もう最高ですよ。まあ、ね。西宮神社も、もうこれ猫でいけんな、なんつって。何年か安泰だなんつってね。何年か。そうそう、そう。 お守りとかね本当の福男だなんつってねこっちの神社にとって俺らに服を持ってきてくれたっつってんなね計画も立てて準備してるらしいっすよ猫をれ、それそのんか神主さんとかが猫を放って練習させてるみたいです重くそやらせじゃないそれはダメよ今週の猫ちゃんニュースはこちら将来はパイロット猫なんだよそのしゃべり方 アメリカからのニュースです。ノースカロライナ州の博物館に展示されている戦闘機のコックピットの中に野良猫が入り込み、えー、子猫を5匹産み、さらにその中で子育てをしていたことが分かりました。コックピットからひょっこり顔を出す子猫を発見した博物館のスタッフは大喜び、写真を SNS にアップして話題になりました。現在猫たちは保護され、里親探し中で博物館のスタッフは、えー、飛行機に関する名前を付けようとしているそうです。はいこれも 写真が可愛確かにちょっと。いいですね。これはね、うん。博物館もだから、もうね、やっていくの厳しいということで、こういうことをね、計画されたということで、その見方しちゃってるけど、そえ、猫のパワーは絶大ということでございます。そういうニュースでございました。違います。たまたま入り込んじゃったでしょ、猫が。そうなんですかね。そうでしょ、うおそらく。いいじゃないですか。なんかこの、ね。 戦闘機のコックピットの中に、うん、野良猫が入り込み子猫をこう生みなんていうね反戦、うん、アートのようなこのね確かにね<ー>確かに <laughs> なんかこのメッセージ性は確かに強いね、うん、バンクシーのあのねあ<ー>軍人があの花束投げうとしてるみたいな、うん、戦闘機戦うものの中で新たな命を今のもう本当に世界にぴったりの ええー、<ー>出来事ですね、これはね。まあね、うん。まあ、これがやらせでなければの話ですけど、そこも疑ってたらもう、すべ、えー、ておじゃんなのよ。なんですけどね。えー、ということで、早速参りましょう。ハライチ321回目の、今週の猫ちゃんニュースブルーハワイ、食べた後、舌を見せてくるやつ、ニャンニャンニャン。 嫌いにゃん。<laughs> にゃんにゃんにゃん。苦手にゃん。あすごいネタ。ネタですね、またね。そうですね。にゃんた芸人とか。にゃんた芸人です,人ですね。もうなんかそのなんか、すごいね。何ですかそのケツが嫌いにゃんとか、嫌い、はい。嫌いなやつを羅列してくっていう, <laughs> てていうネタ <laughs> てっていうネタですね。<ー>はい、出るではいるんだよね。 出れてはいるんですけれども、あ<ー>まあ、もうちょっと改良した方がいいかな,いな。まあ、まあ、そうだね、うん。オーディション番組なんでね。うん,うん、オーディション番組、<laughs> オーディション番組じゃないですよね。<laughs> はい。 ちゃんと選ばれて選ばれた人たちが深夜の方なんでねああんかそういうのあんのそう知らないけどもさあこの番組では毎週オープニングにワールドカップの試合結果を予想する予想猫が現れるか注意しながら猫ちゃんに関するニュースをお届けしています毎回出てくるからねワールドカップの時ねそうなんですよねタコとかねねパウルくんねああいたパウルくんねああとか タコに続猫ということでね。猫ニャオル君ということで。タコだからね。先にタコはい、先にタコですね。から猫は、あから猫はそんな食いつかれないよ、もう。全部そういう動物の、なんかちょっと話題になったやつは、後々猫にしていくみたいです。人気出るんで。パウル君は、キモいですから、見た目は。 いや、まあまあ、キモかない。別にタコ、ああタコ普通にタコだから別に。えー、キモかないけど。愛せないですから、やっぱ。まあまあ、うん、それはな猫の方が確かにね。にと。タコなんて愛せませんから。そんなことはないから。ううか愛してる人もいるだろうよ、<laughs> タコ、えー、今週の猫ちゃんニュースはこちら。猫みたいな島が話題に。うん、カナダ宇宙庁が地域の地質学と歴史を学んでもらうため、ツイッターに投稿したケープブレトン島。うん の、ええー、画像が猫みたいに見えると話題になりました。<laughs> えー、画像を見つけたユーザーからは、えー、島の海岸線がまるで、えー、前足を上げた猫が横たわっているように見えるとコメントが殺到し、カナダ宇宙庁も、えー、ケープブレトンではなく、キャットブレトンに地名を変更するべきでしょうかとユーはあ溢れる回答でユーザーたちを喜べました。カナダ宇宙庁は、はい。ひどい時の祝いみたいな、この。なんです <laughs> ひどいときの祝いみたいなレベルのなんか名前の変化地名を変更してケープブレトンではなくキャットブレトンひどいときの祝いだよひどいときの祝いってこれこの手のやつ今までも何個もあったじゃんありましたね一番見えないね猫にいや見えますよねいや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 猫ちゃんが寝ちゃっててね今までの中ではねね ま、見えるということで見えないって言ってんですけど、相方がずっと。見えないって言ってすん、ねはい、こちらは、ハライチのターンの聖地に認定何個、うん、あんだよ、聖地に。おい。えー、スタンプ溜まってますでしょうか、皆さん。はい。今まで,でっいっぱいある、ね。ありますよね。うん、福井県。猫に見えるような林とか。群馬県。猫バスそう。猫バスみたいな茂み。茂みってなんだよ <laughs> 茂みを聖地に認定すんなよええー、なくなっちゃうぞ茂みなんて熊本県は猫みたいに見える岩と岩の間 <laughs> <laughs> 岩と岩の間を聖地にすんなよ、えー、あと猫みたいに見える雲 <laughs> こちらも聖地になってますんでな今ないよ行ってみてください <laughs> ど,うどうやって探すんだよ、はい、何なんだよよろしくお願いいたします <laughs> それでは早速参りましょうハライチ322回目のターン